こんにちは、シロです。今日も水平思考クイズやってみたいと思います。前回ちょっと難しくて、なんか普通のクイズみたいに解いてしまったり、まあ正解までなかなかたどり着けなかったので、今回はリベンジということで完璧なきままにぶっ潰していきたいと思います。早速参ります。シロチャンネル、それはこちら。ということで、今回も一つの問題の制限時間は5分。メンテちゃんの力を借りて難問に立ち向かうんだぽい。それでは参ります。問題。ある男はテストで8点をもらい喜んだ。ある女はテストで19点をもらいボロ泣きした。またある男はテストで20点を出し大いに喜んだ。はい、なぜ？それではタイマースタート。メンテちゃん、最初の男と最後の男は同じ人ですか？違う。やっぱそうだよね。テストとは勉強に関するテストですか？わかりません。どういうテストなんだろう。尿検査かな。塩分が多い0点みたいな。え、なんだろうなんだろう。喜んだ、ボロ泣きした。メンテちゃん、これは満点は20点ですか？あ、これ分かったかも。あ、違うか。車の違反も点数って言うよね。喜ぶ、なんでだ。なんだこれ、何の点数だ。テスト、あ、メンテちゃん、この3つの人が関わったテストは全て同じテストですか？違う！違うって！ボロ泣きは、メンテちゃん、このボロ泣きは感動ですか？違う。なんだろう。技術、実技のテストなのかな？全然、詰め方が、よくわかってないな。メンテちゃん、各テストは満点の点数の数字は違いますか？違うんだ。メンテちゃん、この3人は全員満点を取ってリアクションしていますか？8点と20点の人は満点ですか？あ、いいえって言った。ふん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 。普通にさ、テストのジャンルも違うし、満点も違うから、各自現実と向き合った結果、己の結果に喜んだとしか思えないんだけど。メンテちゃん、これは犯罪係数ですか？メンテちゃん、これは幼稚園での出来事ですか？わからない。メンテちゃん、この男と女全員は大人ですか？わからない。じゃあ、成人してるしてない関係ないってことは、普通のテストなのかな？どういうテストなんだろう。メンテちゃん、これは体に関する検査結果ですか？違う。なんだろうな。なんか問題になってる意味がよくわかんないな。あ、そこ詰めなきゃいけないんだよね。メンテちゃん、このテストの結果によって人生は左右されますか？されない。じゃあ、もう、シロの答えとしては、あ、待って、メンテちゃん、このテストは学校でするテストですか？わからない。普通に、シロの答えは、各自、おのおの、全然ジャンルの異なる、点数の異なるテストを受けて、各自自由にリアクションしたからだと思います。全然わかんない。これ多分、過去一わかんない。正解を教えてください。うん。じゃあ、合ってる。正解。メッテちゃん、白は正解ですか？そのさ、半分正解っていうののさ、じゃあ正解してない半分は何がいけないの？なんでいけないの、メンテちゃん。シロちゃんにはいけないところがあると思いますか？ない。つまりシロちゃんは？ありがとうございます、正解しました。次。中級編だ。問題。夏祭りと焼きそば。昨夜の夏祭りのことを覚えていた娘は、私が焼きそばを食べようとするのをやめさせた。一体なぜ？スタート。メンテちゃん、夏祭りに私は参加しましたか？参加してる。
娘と私は潔癖症ですか？わからない。焼きそばは食べ物ですか？はい、だって。じゃあ、焼きそばの書かれたグッズではないってことだよね？焼きそばにはニンニクが入っていましたが。わからない。娘は衛生面で食べるのをやめさせましたか？焼きそばを食べるときに必要なお箸とかフォークとかがなかった状況ですか？焼きそばを食べるのを止めた背景には娘の嫉妬がありましたか？ない。じゃあ、私も食べたいってわけじゃないのか。私はお腹が空いていましたか？知ってる。この焼きそばは昨夜の夏祭りで買いましたか？違うって！これ来たで！これ来たで！昨日も私は焼きそばを食べましたか？わからない。昨日私は食べ過ぎましたか？私は体調は悪いですか？悪くない。娘は私の娘ですか？娘なんだ。じゃあ。悪意ではないよね。食べられなかったその焼きそばは誰も今後食べませんか？わからない。焼きそばは出来たてほやほやですか？違う。焼きそばは昨夜の夏祭りより前に作られましたか？違う。夏祭りで買ったものじゃないんだよね。その焼きそばは夏祭りでもらったものでもないんですよね。娘は料理が下手ですか？その焼きそばは一般的に売られてるような焼きそばと同じような美味しさがありますか？その焼きそばはキャラメルですか？焼きそばキャラメル？違うよね。ええ。メッテちゃんは白に出会えて嬉しいですか？はい！白も嬉しいよ！なんだろう。覚えていたってなんだ。娘と私は夏祭りに向かいましたか？行ったんだ。私はダイエット中ですか？わからない。娘は私に対していつもこんな高圧的なんですか？わからない。もう10秒だから答えます。ズバリ！娘は私のことを心配して、たまちゃんが作った焼きそばを食べるのをやめさせました。たまちゃんは今家にいます。どうだ？違うよね、そらそうだ。たまちゃんっていうのはね、アイドル部ちゃんです。しおの妹ちゃんです。さて、結果をどうぞ。深い。なんかもう反論の余地もない。シロが焼きそばを食べる経験が少なすぎて火薬って言うんだね、そういうの。それをあんまり分かってなかった。カップ焼きそばを食べましょう。次！分かるはずないやん！終わりやんけ！シロには初級解けないと思って初級と中級しか用意してないのに。早かったって。真っ白がウミガメのスープをまた2回目飲み干そうとしたら、ペペン！期待すらされてなかったんじゃ。当たるはずないでしょ！いやでもこれさ、そう、前回のウミガメのスープの動画のコメント欄で、シロちゃんは答えをいきなり当てに行きがちだな。こうやってやるといいよって教えてくださった優しいシロウミさんたちがいてめっちゃ勉強になって、でもその成果を今日発揮したいと思ってたのに、不甲斐ないんじゃ。ごちそうさ、ご視聴ありがとうございました。別にウミガメのスープなんか飲まないよ。バイバーイ。